麗だな。天国ってのはこんな感じなのかな。俺に行けんのかな。私もう死んじゃおうかな。死んじゃえば楽になれるんだろうななんて考えてたんです。会社クビになったんです。妻と離婚したんです。辛いんです。苦しいんです。敬語しか使えないんです。生きててもしょうがないんです。あんた幸せなの？幸せってのはな、一人っきりじゃ味わえないんだよ。監督のサブです。今最新作の、幸福の鐘でベルリン国際映画祭に来てます。ベルリンですよ。以上。